はい、えー。皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの乗田健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。えー、今日はですね、11月7日の厚生労働大臣の定例会見の中で、IWJ の記者さん、まあ、インディペンデントウェブジャーナルというところの記者さんがですね、まあ、これたびたび僕の動画で取り上げてるんですが、非常に鋭い質問を厚生労働大臣に投げかけてくれています。 で、この11月7日の定例会見の時も、これ、素晴らしい質問をしてくださっているんですが、WHO の国際、あの、パンデミック条約についてだったりとか、国際保険規則、まあ、IHR の改定について、まあ、それによって、あれのね、〇、えー、〇〇〇の安全性は確保、本当にされるのかっていうことと、これ、主権は国民であるという原則がね、これ、担保されるのかと。 えー、そういう大原則が、えー、犯されるような事態を招くということはないのかってそういうような質問をしていますくれています。えー、それに対する、えー、厚労大臣の答弁が点点点。 というテーマででお話をしししたたたいいいなと思まますす、えー、そのの前ににね、えー、昨日久しぶりにライブ配信の方をさせていただきましたアーカイブの方残っておりますので概要欄にリンクの方を貼っておきますのでもしよかったら、えー、まだの方はご覧いただければと思います、まあ、宮沢先生も途中からチャットで少し参加していただいて大変盛り上がりましたよかったらご覧ください、えー、そしてですね11月の23日に、えー、愛知県の一宮市まあ、僕の地元なんですがでお話し会をさせていただきます、えー、まだ若干お席が てるみたいですので、もし興味のある方は概要欄の方からチェックしてみてください。えー、そしてですね、僕のチャンネルは、えー、今5つ削除対策用に5つあります、えー。もしよかったらチャンネル登録全部しておいていただけると嬉しいです。 はい、えー。それではね、早速本題に入りたいと思うんですけれども、えー、11月の7日の、えー、厚生労働省、まあ、武見、えー、厚生労働大臣の定例会見の中で、えー、この IWJ の記者さんが、えー、素晴らしい質問をしてくださっております、えー。そのことについてちょっと取り上げたいなと思います。<music> えーまあ、パンデミック条約。 そして IHR の改定っていうのは本当に今後、えー、一つのですね大きな大きな、えー、テーマというか問題だと僕も思っていますまあ簡単にねざっくり言うと、えー、何が一番怖いかというとまあい,いろいろあるんですけれどもまあ一つはですねまあ WHO 筆頭に、まあ、パンデミックとか何かの緊急事態が起きた時に WHO が筆頭にいろんなことを決めて、えー、それを 加盟国の、ね、各国の各に指示して、その加盟国はそれに従わざるるを得なくなくようなな流れになっていく、まあ、そういう流れを作ろうとしているということがあるわけなんですね。そう、それが可能になってしまうと、WHO が決めたことを、日本がですね、いや、それはやりたくないとか、それはうちの国は違う方法でやりたいとか、まる、あ、〇〇〇〇をね、その義務化をしたくないということがあったとしても、もし WHO がそれをね、決めて、それを指示、 した場合にそれに従わざるるるななくなる可能性があと言うとこれ強制的な力があるかどうかっていうのは分からないんですがその WHO を決めたことにを、えー、それに準じた、ね、法律を作ったりとかルールを作らなければいけないっていうことがこの盛り込まれているわけなので結果的に。 まあ、あの、そのルールを守ら、WHO が決めた指示に対してね、その加盟国がそれを守るような動きをしなければいけなくなってくるんじゃないかということが言われています。なので、まあ、例えばだけど、デジタル〇〇〇〇パスポートが世界共通のものができたりとかして、いろいろ管理されてしまう。そして、それをしてないとね、あれをしてないと、 いろんなことが制限をされてしまったりとか例えばだけど職を失わざるを得なくなったりとかどっかに買い物に行けなくなったりとかまあそういう可能性も それはね、絶対起きるかどうかっていうのは別として、そういう可能性も、えー、出てくるんではないかなというふうに思っていますので、えー、あれもね、まる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 も、えー、反強制的に、まあ、義務化にね、近い形になってしまう可能性も出てくるということになります。なので、えー、今非常にですね、このパンデミック条約や IHR の改定を阻止しなければいけないということで、いろんなところで、えー 声が上がってきていて、まあ、僕もですね、この件については本当にですね、え大きなテーマだというふうに思っています。まあ、正直このパンデミック条約とか国際保険規則などについて、はほとんど国会でもまあ、党でもですね、その反対している党っていうのはほとんどないわけですね。うん、まあ、ごく一部まあ賛成党とかですね、まあ、あと国会議員さんで言うと原口 さんとかがこの声を上げてくれているんですが、全体からするとほとんどスルーされているわけです。それもまた怖いことなんですけれども、その中でですね、その IWJ さんの記者さんがどのような質問をされたかというと、ちょっとこれね、YouTube に動画の方残っておりますので、そのリンクも貼っておきますのでね、よかったらご覧いただきたいんですが、ちょっとどういう。 質問したかとというとですね WHO のパンデミック条約に関する方針について質問をしますと2024年5月の第77回 WHO 総会での提出採択に向けて現在国,国際保険規則これが IHR というものなんですが国際保険規則の改定と新たなパンデミック条約の策定作業が進められており WHO の国家権力を超える 権限以上につなななががるのではいいかなど、えー、様々な問題が指摘されています日本の新型コロナウイルスパンデミックにおいては、緊急事態であることを理由に〇〇〇,〇が特例承認され、今、特例承認という形なんですね。えー、特例承認され、〇〇〇,〇の成分や、えー、製薬会社の面積事項などが十分に公表されず、 まあ細かいことがまだ公表されてないんですね、えー。国民自らがその安全性を確認できない不透明な状態のまま、あれがね、進められてきましたと。まあ、えー、政府がどういう契約をしているの契約内容すらまだ明らかになってないんですね。だから結構不透明な部分が多い。不透明な状態のまま、この進められてきたと、今回。で、これは民主主義が機能しなかったということですと。まさにそうですね。 民主主義が機能しなかったということとですと、えー、この度の IHR 改定とパンデミック条約によって今後の医薬政策においてあれの承認過程つまりるまるの、えー、透明性安全性は確保されるのでしょうかもう一度こ,こ大事なところですね、えーまあ。パンデミック条約の締結だったりとか IHR の改定によって、えー、あれのね 承認過程もしくはあれの透明性安全性そういうものは確保されるのかどうかこれ確保されないと怖いわけですよねまた民主主義が歪められ日本の国家主権そして主権者は国民であるという主権在民の大原則が侵されるような事態を招くそのような危険性はないのでしょうかと、えー、よろしくお願いします でこれ、大きく分けて2点ですね。IHR の改定だったりとか、パンデミック条約を、えー、締結されることによって、このあれのね、えー、承認過程のプロセスが不透明になったりとか、その安全性やそういうもの、その情報の開示だったりとか、そういうものが、えー、本当にね、保証されるのかと、えー、それがね、確保されるのか、透明性とか安全性が本当に確保されるんですか、ということが1つ。えー、2つ目が、 主権者は国民であるという、主権罪民の大原則。主権はあくまでも国民である。それがね、侵されるような事態を招くようなことは、そういう危険性はないのでしょうかということ。この2点について質問をしてくださっています。残念ながら、もうたびたび言ってますが、今現在全体主義の流れになっているんですね。こうと決めたことが、それに従わざるを得ないような流れが今回のパンデミックでありました。それを強化するような このパンデミック条約や IHR の改定っていうのはそれを強化していくような流れになるんではないかというふうに懸念されているんですがだからその主権がどこにあるのかってことですよ本当に国民に主権があるのかそうじゃなくて決めたことに従いなさいよっていうのはこの逆ですよねさらにこの国じゃなくて WHO が来た決めたことに国は従いなさいよっていうふうになってしまうとこれ主権がどこにあるのかこれ国民でもないし 国でもないしこれ WHO が資金を持ってしまうような構図になってしまう可能性もあるということですねそういう危険性はないのかということを質問してくださっています素晴らしい質問だと思います <music> それに対して武見厚労大臣はですねこのように答えています基本的にここのののの安全性の確保を含めてこの〇〇〇〇の承認は 各国の規制当局によって行われております。これは今の時点ではということですね。国の規制当局によって、あれをね、安全性などは行われておりますと。あとは承認のプロセスですね。それは各国によって行われていると。国際保険規則、IHR はその改正やいわゆるパンデミック条約の議論は、まさに今進行中でありますと。現在進行中でまだ 最終的なあれが決まってないんですね。いろいろ改定して改定して改定して話し合って改定してということが進められているので、今現在進行中であると。国民が接種する国内のあれの安全性を含めた承認過程に関することについては、まだ議論がされておりません。まずこれが一つ目の回答なんですね。国内の あれの安全性を含めた承認過程に関することについてはまだ議論がされていません。だから分かりませんよってことなんですね。この議論の内容も実は不透明なんですね。えー、WHO と加盟各国、えー、その日本がですね、どういう話し合いをしているのか、WHO と、どういう日本が提案をしているかっていうのは、実は開示されてないんですね。だからよく分かってない。不透明の部分がまだまだ多いということなんですよね。 その中で非常にいろんなことが懸念されることの一つとして質問をしているんですが国内の〇〇〇〇の安全性を含めた承認過程に関することについてはまだ議論がされておりませんという回答です。いいですかそれについてはそんなことはありませんよっていう否定もしてないわけです。まだ議論はされておりませんこれからするかもしれませんよっていうことを含んでいるということですね。 だから今度のパンデミック条約もしくは IHR の改定があった時にこの承認過程に関することがえー例えば WHO がもっと権限を強く持つとかねえそういうこ可能性も否定してないということになります今の現時点で。なお現在使用しているあれについてはえ特例承認されたものも含めてその品質有効性安全性を PMDA の審査において確認をして審議会における審議を得た上で薬事承認がされておりますとその成分も含めたあれに関する情報や審査結果に関しても添付文書や審査報告書審議会の議事録を通じて公開をしているところでございますとその安全性や審査における透明性等について現状において特段の問題があるというふうには私どもは考えておりません、ね まあ、あくまでも今後どうなるかはまだ議論されてないのでどうなるかはわかりませんよという前提のもと今現在は、えー、きちんと特例承認なんだけれどもきちんとやってますから安全性有効性に特段の問題があるということは考えていませんというスタンスをことを話しています、えー、これで、えー、この件に関しては終わっているんですねだから、えー、今現在問題はありませんよというスタンスです、まあ、これはずっと一貫していっていることですじゃあ今後について WHO のパンデミック条約は IHR が、えー、通ることによって、じゃあこの承認、国内のね、るまるの承認のプロセスとか、そういう過程については、えー、それどうなるんですか、これ、安全性は担保されるんですかという質問に対して、いや、まだ議論されていません、これが国の回答なんですね、厚生労働大臣の回答です。しかしかこののパンデミック条約の 締結ってていいうののは来年の5月を目標に進められているんですもう時間がないんですね。なのに、今この状態で進んでいるということなんですね。うん、そして否定もしてないわけです。これについては。まだ議論されていないから分かりませんよっていうスタンスが、今の厚生労働大臣の回答になります。なののでねこの えー、細かい部分に関しては今話し合いいろんなね改定改定改定が多分繰り返されているので常に情報が進化しているだから細かい部分までは、えー、なかなかね終えていないところもあるんですが大きなその目的として考えた時にやっぱりこの問題っていうものは えー、懸念せざるを得ない部分というのが非常に大きいんではないかなと思いますだから、えー、何とかしてこのパンデミック条約そして IHR の改定というものを、えー、阻止していかなければいけないんじゃないかなというふうに思っています <music>、えー、とにかくこの保険衛生上のことについてですね主権をどこにあるのかということですね本当にに国民に試験があるのかとということなんです 緊急事態だからという名目で WHO が言ったことに従わざるを得なくなる。これは非常に怖い流れなんですね。あれをしたくない。あれをね、しなさい。反強制的になる可能性もはらんでいるということなんです。それはえ僕はどう考えてもおかしい。そして全体主義的な流れになっているんじゃないかなというふうに思っています。 え、先日ですね、ジャーナリストのガナハマサコさんの YouTube チャンネルの中で、全国有志医師の会のメンバーでもある佐々木みのり先生が出られていました。この佐々木みのり先生は WCH、ワールド・カウンシル・フォー・ジャパン、WHO にとって変わる新しい団体と言われているんですが、WCH の日本支部があるんですけれども、そこの えー、理事をされている先生でも、 あります、えー、その、えー、佐々木の先生が今回の、えー、パンデミック条約や IHR の改定については非常にわかりやすく詳しくいつもお話をしてくださっているんですが、えー、少し前にガナホンマサコさんのチャンネルこれ11月9日にライブ配信があったものですね、えー、こちらでまたお話をしてくださっていて、えー、このことについても触れられておりますので、えー、よかったらそちらの方もおすすめです見ていただくといいんじゃないかなと思います はいということで、えー、今日はですね、パンデミック条約 IHR の改定についてお話をさせていただきました。えー、最後にですね、えー、僕は毎年カレンダーを作って作らせていただいてるんですが、2024年のカレンダー,、えー、絶賛、今お申し込み受付中でございます。11月15日までのお申し込みで、えー、特定のね、直接手書きのハガキを1枚プレゼントさせていただいておりますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。